山口県のライジングホールにて夏の瀬戸内ツアー昇格への道昼と夜に公演があります。なのでちょっと今日は朝配信しております。よく寝れました。なんか今日は本当に起きてあれ今何時って思うぐらい寝てました。目覚ましのこと覚えてないんだけど、あ、DMM 最前でありがとう。あ、いいえいいえ、おはよう、いってらっしゃい。そう、頼みでが ありがとうございます、似合ってくれて。大丈夫よ。大丈夫かい？うん。まいせんさん、高尾炭治郎さん、メガバイトさん、神戸のマーチさん、恵比寿さん、高尾炭治郎さん、リンさん、ノブさん、ヤッシさん、セイヤンさん、ありがとう。広島港パセリさん、エクシアさん、ナリバーさん、ミヨミヨさん、バルボンさん、メッテイヤさん、キックさん、ワンタロマルさん、ツギケンさん、うっかりあんこさん、あおちゃん、ホタテさま、ありがとう。1コインも当たらなかった。嘘。熱中症気をつけます。皆さんも気をつけて。おはよう。でもずっと目が腫れてるのが治らないんですよね。こっちがめっちゃ目が腫れてる。こっちが3日前くらいからずっと治らないの。もうメイクでごまかすしかない。ね。全然なんか特にあんまり感じてないけど、
身体的な精神的に何か感じてんのかな分かんないけど、そう、こっちだけめっちゃ垂れ目ですよいや全然鼻炎じゃないよ。美味しそう、ドーナツ。うん、緊張してるかもね。おはよう。ね、本当に昨日の夜寝る前にね、急に緊張してきて、どうぞここ。急に緊張してきた。本当に寝る前。はあ。はあって。そっかみたいな。明日かと思って。だからいつもライブ前は緊張して寝れるか不安って言ってるファンの方の気持ちが本当に分かった。違う違うかな。やっぱり初日って緊張する。おはよう、ありがとう。私は今日はちょっと7時まで配信します。いや、今までも分かってたけど、さらに分かった。緊張した方がいいですか？緊張した方がいいかもね。確かに。ほうじ茶。高尾炭治郎さん、みつるぬさん、ロックオンさん、なべこさん、ひでのひでさん、あおちゃん、パオシさん、おうさん、まいせんさん、あれ？あれ？え？ループ？なんだって。あ、そうなんだ。どこも多いんだ。よかった。おはよう。じゃあちょっともう一回読んじゃおうと。
ゆうきさん、かちおさん、いでしさん、F 渋谷さん、めってやさん、ぎんきくん、ろくおんさん、なべこさん、ひでのひでさん、あおちゃん、せいやんさん、隕石さん、おうさん、まいせんさん、パオシさん、ありがとう。みつるんさん、ありがとう。トリーミーさん、釣りけんさん、しんじさん、元気くん、ありがとう。へい。へい。頑張ってね。朝。質問しとこ。おはよう。そうですね。皆さんも水分、塩分補給してね。メガバイトさん、オウさん、ノブさん、静岡の天パのタケさん、ハヤホクさん、コッペさん、ナオナオさん、ありがとう。では100の質問、連続配信574日目、74番、最近読んで面白かった本は？最近やっぱあれですかね、気にしない本ですかね。最近買った本は面白いですね。本はあんまりね、買わないかもな最近は。ココさんと一緒に買った日だから、確かに結構前かも。同じ本読み返したりするね。漫画はね、もう電子版で読みますもんね。おはよう。おはよう。お、ありがとう。本当だ、574。ラジオ配信、
説全然読みますね。確かに最近はそういう時間を作ったりしませんね。おはよう中西さん。サインちょうだいって。そうですね、また新しく買ったら皆さんにまた教えますね。七並びおしまいにしました。嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。めっちゃ褒めてもらえる、朝からって。ありがとう。そうですね、旅、うん、確かに。キックさん、ゆうきさん、大西くん、ポニ太郎さん、キチネさん、ヒラリンハットさん、切腹さん、メガバイトさん、A ちゃん、広島っ子パセリさん、クマありがとう。あーさんありがとう。ライハさん、オウさん、高尾炭治郎さんありがとう。ね、なんか嬉しいです。言うは出ないですよね。お、ありがとう。朝やん。あーもう本当にドキドキ。ドキドキ。まあ緊張してたら、あ、緊張してるなと思ってくださいね。それなんて。おはよう。うん。私はもう楽しむよ。とりあえず。ありがとう。頑張ります。やんやん。どんな感じでしょうか。だから私はちょっと今日は瀬戸内レモンイカ天を食べようと思います。お、ありがとう。それしかないやん。だんだんとね、お腹空いてきちゃったから。でもちょっと今その大きいバージョンとミニバージョンがあって、どっちを持っていこうか迷ってるんですよね。美味しいよね。そう、本当に美味しいの。めっちゃ美味しい。あれ、え、両方嘘でしょ。両方嘘でしょ。そうだね、同じように楽しむ方がいい。いつもの公演と同じように、もうパーティーサイズ並みに。え、待って、両方本当に両方持ってく。
大きい方でいいかじゃん。じゃあ大きい方持ってこ。お、ありがとう。大丈夫かい？お、じゃあ次変わったら壇上を読ませていただこうと思います。確かに塩分補給できそう。これだよ。大きいでしょ。これは結構ね多いんですよ。ぎっしり詰まってまして、ミニバージョンはもうちょっとミニなんですけど、出身福岡です。以上。めっちゃ詰まって、詰まってる。紙と石ね、紙ってどっちが多いか。どっちが多いかな。どうだろうか。じゃあ持っていこう。え、でもどうしよう。YouTube だ。多分大丈夫。来られる際はね、気をつけてくださいね。DMM 再選でもお待ちしてます。全部ほっぺに詰め込んで大丈夫かな。確かにちょっと大きいの持ってきますね。ごめん、もしかして私がもしちょっとあのいっぱいいっぱいになってたらごめんね。ファンの方おりましたら留守したいんだけど、ちょっと私いっぱいいっぱいになったら頭の中ぐるぐるしちゃうかもしれないんですけど。ごめんよ。わかりました、ありがとうございます。と今日の1位は元気くん、ありがとう。2位は二手様、ありがとう。3位は恵比寿さん、ありがとう。4位はまいせんさん。5位はみつるんさん。6位はめってやさん。7位はせいやんさん。8位はメガバイトさん。9位は広島小パセリさん。10位は高尾炭治郎さん。11位はワンタロウ丸さん。12位は切腹さん。13位は鳥海浩二さん。ありがとう。王さん、ロックオンさん、 A ちゃん、 F 渋谷さん、のべこさん、いなっちさん、けんたろうさん、ねこパンチさん、さとけんさん、ありがとうございました。ゆうきさん、大西くん、りんさん、かんてさん、のりふみさん、こっぺさん、渡辺さん、きっくさん、しんじさん、がっちゃん、34位がころすけさんでした。おめでとう。ねえ、そう、緊張しいなのでね、ありがとうございます。
ありがとう。温かいコメントたくさんありがとうございます。お腹空いてきた。そう、なんだっけ、今日はそう初日、夏の瀬戸内ツアー触覚への道への今日は初日になります。キャーでも今までね、たくさん頑張ってきたから、まずはね、怪我とかしないように、あと初めての広島以外でのライブになりますね。あとライジングホールも初めて行きますね。ああ、また楽しもう。昼夜ですね。そう、最初がね、緊張するよね。高尾炭治郎さん、きちねさん、せいちゃん、つりけんさん、おうさん、ワンタロウマルさん、えいちゃん、りんさん、たてさま、のぶさん、ありがとう。じゃあ私は終わります。応援ありがとう。そうだね、じゃあまた会いましょう。またね、ありがとう、見てくれて。おはよう、いってらっしゃい、行ってきます、お疲れ様。まだね。よしのりさん、いもきんぴさん、ありがとう。できるできる、君ならできる。うん、そうだね、無理しないように。じゃあまたね。寝坊しました、大丈夫？じゃあ気をつけて。